大阪維新の会大阪府議団代表の笹川治夫議は一部週刊誌で8年前に同じ維新の女性主義に対してふざけんななどのメッセージを送るパワハラや夜に自宅のインターホンを鳴らすなどのストーカー行為があったと報じられていました今月18日取材に応じた笹川府議は事実関係を概ね認めて謝罪した一方で大阪府議団の代表については 辞任しないい意向を示していまししてまた。しかし、維新関係者によりますと今日、笹川府議は代表の辞任届を不議団に提出したということで今後、不議団で対応を協議する予定です。